こんにちは。サクッと10問、毎日漢字の問題のお時間です。本日もサクッとやっていきましょう。この動画は、下は幼稚園から上はシニア世代まで老若男女問わず、日々漢字に触れて自分を少しだけ高めていこうという、至って真面目な暇つぶしの動画です。雨にも負けず、風にも負けず、毎日10問ずつ勉強し、1年で3650問、10年で36500問の漢字を身につける。なんてことは難しいので適当に見てくれれば OK。 勉強や仕事の合間の気分転換にコーヒーを飲みながらサクッと暇つぶし。それでは早速いってみよう。はい、本日のテーマ、プロ野球セリーグ2021ベストナイン。はい、ピッチャーキャッチャーとか2021年に大活躍したプロ野球セリーグの選手で、ピッチャーから内野手外野手まで投票で選ばれた9人ですね。ベスト9をポジションごとにキュートダウンしていきましょうか。はい、今回はセリーグなんですけども、パリーグ、次回のパリーグはですね、後日発表しますのでお待ちください。それではプロ野球セリーグベスト9いってみましょう。前半の問題、張り切ってどうぞ。柳裕也。はい、柳選手ですね。中日のピッチャーですね。右投げ右打ち、180センチ85キロと恵まれた体格。そして1994年4月22日生まれ、出身高校は横浜高校、名門ですね。そして明治大学に入って2016年ドラフト1位で、入ったと、中日に入ったということです。で、今回、ベスト9初受賞ですね。2021年、去年の成績は11勝6敗、勝率は6割4分7厘、奪三振は168個、防御率は 2.2 と、プロでも3点台が、ラインというところですが、 2.2 かなり優秀なエースピッチャーだと、言えますね。柳選手、今年も活躍が期待できそうです。チェックしましょう。じゃあ次、中村悠平。はい、中村選手、ヤクルトのキャッチャーですね。右投げ右打ち、176センチ83キロ、1990年6月17日生まれ、出身高校は福井商業高校、2008年ドラフト3位でヤクルト入りと。今回のベスト9ですが、6年ぶり2度目の入賞、成績は安打数が105安打、105個、打率が2割7分9厘、長打率、遠くに飛ばす率ですね、3割5分8厘、ホームラン本塁打が2本ということになっております。中村選手、大活躍でした。今年も活躍を期待しましょう。次、ジェフリー・マルテ。はい、ジェフリー・マルテ選手ですね。阪神のファーストですね、内野手、右投げ右打ち、185センチ102キロと、ものすごい恵まれた体格。そして1991年6月21日生まれ、出身は
セナペクラロマーナ高校からタイガースへ入り、エンゼルスへ移って、そして阪神ということです。今回のベストナインは初受賞で、成績は2021年の成績、安打は115安打、打率2割5分8厘、長打率これが4割5分1厘と、かなり飛ばしますね。本塁打ホームランは22本です。大活躍の年でした。次、山田哲人。はい、山田選手ですね。ヤクルトのセカンド、内野手ですね。右投げ右打ち、180センチ76キロ。1992年7月16日生まれ。出身高校は履正社高校、名門ですね。そして2010年ドラフト1位で入ったと。今回のベストナインは、2年ぶり6度目、6度目の入賞ということで、ものすごい活躍されてますね。2021成績は安打数が134、打率が2割7分2厘、長打率は5割ですね、5割1分5厘と、本塁打、ホームランは34本も打ってますね。素晴らしい活躍。ずっと前線で活躍されてますね、山田選手。素晴らしい鉄人ですね、本当に素晴らしいと思います。今後の活躍も期待しております。次、村上宗隆。はい、村上選手ですね。ヤクルトのサード内野手ですね。右投げ左打ち、188センチ97キロと、ものすごい体格してますね。2000年2月2日生まれ。出身高校は九州学院高校。2017年ドラフト1位で入ったと。今回のベストナインですけども、初受賞、そしてベストナインで最優秀選手賞も受賞している素晴らしい大活躍の選手。2021年の成績、安打数は139安打、打率2割7分8厘、なんと長打率が5割6分6厘と、ものすごい飛ばす人ですね。本塁打ホームランは39本も打ってますね。ものすごい大活躍しました。今年も間違いなく活躍できそうです。村上選手、期待してます。次、後半の問題、張り切ってどうぞ。坂本勇人。はい、坂本選手、もう説明いらないぐらいですね。ジャイアンツの、ショート内野手ですね。右投げ右打ち、186センチ86キロ、やはり大きいですね。1988年12月14日生まれ。高校は厚生学院高校。2006年に高校生ドラフト1巡目で入った人物ですね。坂本選手、2021年ベストナインは4年連続7度目の入賞。ものすごい活躍してますね、ずっと。素晴らしい選手。2021年成績は安打数が115、打率が2割7分1厘、長打率が4割6分7厘、本塁打ホームランが19本と活躍ですね。ずっと活躍、最前線で活躍している、坂本選手、素晴らしいですね。素晴らしい。次、鈴木誠也。
はい、鈴木選手ですね。広島カープ外野手ですね。右投げ右打ち、181センチ98キロ。1994年8月18日生まれ。高校は二松学舎大学附属高校。2012年にドラフト2位で入ったということですね。今回のベストナイン、6年連続6度目ですよ。ずっと入賞してる素晴らしい大活躍ですね。2021年の成績は138安打、素晴らしい。打率も3割超えですね。3割1分7厘、長打率はなんと6割3分9厘とものすごい飛ばしてますね、これ。本塁打、ホームランは38本、村上選手の39本に1本足りなかったんですが、ものすごいホームラン打ってます。大活躍。鈴木選手もずっと活躍してますね。これからも期待大です。鈴木選手チェックしましょう。次、近本浩二。はい、近本選手ですね。阪神外野手、左投げ左打ち、171センチ67キロと、プロの選手ではそんなに大きい方ではないですが、大活躍しましたね。1994年11月9日生まれ。関西学院大学を得て大阪ガス入社。その後2018年ドラフト1位で阪神。今回はベストナイン初受賞ですね。大活躍。なんと安打数は178安打、素晴らしい活躍ですね。打率は3割1分3厘、長打率は4割4分1厘、本塁打ホームランは10本と、ものすごい安打してますね。近本選手チェックですね。これまた活躍期待できそうです。要チェック。では最後、この人、塩見康隆。はい、塩見選手ですね。ヤクルトの外野手、右投げ右打ち、179センチ76キロ。1993年6月12日生まれ。高校は武装高校、そして帝京大学を得てエネオスに入社。それから2017年ドラフトで4位で入ったということです。今回のベストナインは初受賞ですね。初受賞、塩見選手おめでとうございます。安打数は132安打、大活躍。打率は2割7分8厘、長打率4割4分1厘、本塁打ホームランは14本と活躍でしたね。塩見選手素晴らしい。今後も活躍を期待しております。以上。はい、前半後半はできたかな。今回はどうだったでしょうか。読めましたでしょうか。読めましたよね。テレビでよく見る選手なので皆さんご存知だったと思います。初受賞は柳選手、ジェフリー・マルテ選手、それから村上宗隆選手、さらに近本選手、塩見選手と、初受賞が、多かったですね。素晴らしい大活躍でした、皆さん。今回はセ・リーグ、パ・リーグの方はまた後日発表させていただきます。いや、それにしてもこう考えるとイチロー選手本当すごいですね。生きる伝説ですね。本当にイチロー選手素晴らしいです。はい、よく出る漢字もあんま出ない漢字もそれなり練習して覚えちゃいましょう。ではでは、次回の漢字もサクッとやっちゃいましょう。チャンネル登録もしてね。以上。サクッと10問、毎日漢字の問題、終わり。